はい、皆さんこんにちは。今ね、中野竹神社にいます。もうね、えらい混んでるからすぐ逃げよう。はい、ここがね、妙義山で、今回は今度は下りで行きたいと思います。下りの方面で、ほら妙義山綺麗でしょ。すごいよね。これが妙義山。もうなんかすごい、ね、岩山って感じ。さてと、それでは今度は下りの方を取っていきたいと思います。はい、こっちが中野竹神社のあの有名な、なんかでかい変な恵比寿さん。はい、というわけで下っていくぜ。ダウンヒルだ。うわ、すっごい。やっぱ上りじゃこうは取れなかったもんな。案外上りと下り、やっぱ同じとこ走ってても見えてるもの違うよね。最近撮ってみて思ったわ。なので、まあとりあえずね、上りと下りを取ることは意味があるなということで、紅葉の季節はね、そんなスピードを出さないようにしましょうね。そういうお客さんが多いので、紅葉を目的のお客さんが多いのでね、安全運転で。いやー、でもな、こう落ち葉とか真ん中溜まってるしね。とはいえね、結構やっぱスポーツカーっぽいのがチラチラいますけどね。いやいやいや、下りは下りでなかなかいいんじゃないの。綺麗じゃないの。ほら、ひらひら舞い落ちる落ち葉。すごいな。いや、迫力、そうだね、迫力あるんだね、ここんちゃん山。迫力だよ。あ、いいわろ、違うか。さてと、ほら、いや、でもこの時間帯ぐらいちょうどいいな。やっぱ昼間ぐらいの方が光の具合がちょうどいいよね。夕方だとな、場所によっちゃ日陰になっちゃうんだよね。
すごいな、やっぱすごいね、迫力あるな、妙義さん。上がってさらにこう富岡市、あ、ここが富岡市なんだうわすごいっしょ、いやまあいいね、なんかね、上りと下りはやっぱなんか見えるものが違うの、このさ、スリットの入ってる道とさ、落ち葉でちょっとタイヤが滑ったんだけど ほら、このうわ、関東平野って感じ、あ、パラグライダーがいる、あんなところに、そばでそば、もしかしてここからパラグライダー飛んでんのかな、あ、そうだね、ここだね、ここからパラグライダーなんだ、いや、いいなぁいや、やっぱいいな、なんかこういうのがいいとかさ、やっぱ、いや、年なのかな。写真撮るよね、撮らざるを得ないよね、これを見せられたら、ちょっと妙義は何だろうな、山として色気があるよね、これ何だろう、岩肌っていうのかな、ちょっとこれは赤城や春菜にはないよね、そうなんだ、 だからなんかちょっと妙義っつうとなんか硬派なイメージ
うん、そんな感じが、まあ実際岩肌だから硬いんだけど本当の意味でも硬いんで硬派なんだけどすげえな。いや今日は絶妙だな。一番あれじゃないかな、妙義の紅葉が綺麗な時だったんじゃないかな。いいね、いや、ええだね。やえはさ、コーナリング中はやめてほしいよねこういう時はいいけど、コーナリング中のやえはさ、できないから危なくて手なんか離せないしで、そろそろかな、そろそろさっきのところに戻るかな。これを行っても、ここにふるさと美術館のそうだね。感じはね、もみじが。さて来ましたけど、駐車場はどうなってるかな、入れるかなバイク1台ぐらい止めたいとこだけど、あ、向こうの下の方は無理だな、下は無理なので上に逃げたいけど、よいしょ、褒められないかな。
ここやべえな。まあいいや、はい、とりあえず道の駅妙義に到着です。まあそんだけでね、妙義の紅葉を見れていいんじゃないでしょうか。では皆さんお疲れ様です。あ、そうだ、グッドボタンよろしくお願いします。では。